こっちでいいのよね。さあ、それが私にも。なんでこんな気味の悪いところに来てしまったのよ。先ほど道を尋ねた中間にからかわれたのかもしれません。あんな酔っ払いに尋ねるからでしょ。風でございましょう。さあ、お嬢様。近頃この墓地で不祥事に悪さをする輩がいると聞いたが、お主たちか。やめとけ、怪我をするぞ。危ないところありがとうございました。いや、まあ、たまたま通りがかっただけのこと。か弱い女の身、あなた様がお助けくださらなかったらば。どうぞお名前。旦那様、新三郎様。ああ。私どもは。友蔵。はい。送って差し上げろ。はい。あの、お名前を。もしさあ、参りましょう。さあ、こちらです。どうぞ。お嬢様。さあ、さあ。その御紋が。細密鬼頭は萩原様の御紋でございます。萩原様。何かどうしたのよね。いえ、何でもございません。萩原様と申されるのですか。ここでもう結構でございますよね。お嬢様どうか。ですが、こんなところで。少しですが助かりました。からどうも。でも父上に礼を言っていただかない。なりませぬ。ではこれを。いいえ、そなたも帰りがご不便だろう。いやいや、足はないとおりですから。どうぞこれ。いいえ、どうかも言ってくださるのか。あの、はい、萩原様に。かしこまりました。お嬢様、お気をつけて。どこのお嬢様だか知らねえが、新三郎様に惚れちまったみてえだな。
三部かよ。今日はここまでにしよう。くれぐれも忘れぬよう肝に銘ずるよう。武道をよくして初めて武士。戦なく天下太平の世が続こうとも、私の萩原新影流が役立つ時が必ず来る。この者が代々積み重ねてきた武家、その地に恥じぬよう、片時たりとも修練を怠らぬように。おお、参りました。途中で別れた。ええ。そうか、お屋敷までお送りしなかったのか。ええ、何やら訳ありのご様子だったもので。新三郎様、あのお嬢様旦那様にほの字みたいですね。あの別れ際にこんなもんくれました、匂い袋。でね、明日にはその礼にって一部いただいたんですが。お前をもらった太刀だ、取っとけ。あ、遠慮なく。友蔵、はい、あのお方は何というお方なのだ。あ、いや、いい。旦那様、あのお嬢様透き通るような肌なさってましたね。こう、なんて言うんですかね。あ、旦那様の胸筋が少ないから苦労してんだこっちは。来た。何？あ、いい。萩原殿、お客人でござるぞ。ご無沙汰いたしております。例の辞書のことなら。いえいえ。本日参りました商売とは関係がございませんので。私に縁談？はい、この伊勢屋源兵衛萩原さんを見ておりまして、いつも思っておったのでございます。お武家様としても殿方としても、それだけの器をお持ちでいながら、いまだ独り身、どうにももったいないと。お家のためにもそろそろ妻をめとられ、後継ぎを設けねば。私にはまだまだ一人でやらねばならぬことが山のようにあります。一刻も早く吉宗様に認めていただき、一介の御家人から抜きん出たいと思っております。なればこそ所帯をお持ちになって、名門萩原家を再び蘇らせてくださいませ。そこでこの伊勢屋、思い出しましておるのでございますよ。御用で上がらせていただいておりますお武家様のお屋敷に、実にお人柄のよろしいお嬢様が。お絹様とおっしゃいましてね。もちろんご器量もこの伊勢屋が太鼓判を押します。はい、さあどうぞ。こう見えても新三郎殿はお好みがなかなか難しゅうございましての。それともすでにどなたかお心に決められたお方が？そうではないな。ならばぜひこのお話を。はい、はっきりとお断りになればよろしい。おられるんじゃろ一応のお方が。そのお方がどこのどなたなのかもわからんのです。あれ、それはまた弱ったの。どうですか。参ります。あったあったあった。そうだ、あったあったあった。ちょうどないか、ちょうどないか、ちょうどないか。はい、出品の班。はい、先に来れ。入ります。あったあったあった。あったないか、しょうがたないか。ちょう、国の藩。ちょっと待ってくれ。一人にしちゃダメだよ。
続いて入ります。すまねえがちょいと出してくれか。友野先生よ、お前借金がいくら溜まってんのか分かってんだろうな。分かってるよ、五両だろ。十両だ。いい加減しろよ。五両はなんで十両になるんだよ。物の金だ。利息ってもんがあるだろ。そんな、じゃあ、おい、客だぜ。十分なお礼もできませず、偶然とはいえまたお目にかかれるとは思いませんでした。その節はお助けいただき誠にありがとうございました。いや、もうそのことは。私は牛込軽子坂に住まいいたしまする直参旗本飯島平左衛門が娘、つゆと申します。つゆ殿と申されますか。女中の米にございます。私は幕府御家人萩原新三郎と申します。見知りおきを。やみそうにありませんね。カゴを呼んでまいります。カゴならうちの者に呼びに行かせましょう。おい、友蔵、友蔵。しょうがないやつだな、こんな時に。私が行ってまいります。お嬢様をお願いいたします。しかし、どうか。よね、ったくこの雨の中どこを突き歩いてたの。会長なしは。どこまでカゴを呼びに行かれたのでしょうが。
の匂いがいたします。私も今それを言おうと思っておりました。とても良い音色がいたします。私は じゃねえか。本当だ。ねえ、びっくりするじゃねえか。なるほどね。こういうことになってたのかい。いつまで待ちゃいんです。もう半時ほど待ってください。出会ったばかりだとはなぜか思えぬ。不思議でございます。私も同じような思いが。この萩原新三郎、叶うなら命果てるその日まで姿を話したくない。そのお言葉に、そのお言葉に、つゆはすがりとうございます。新三郎様、新三郎様、プラン。立花様のご家来衆で。立花様、
し訳ございませぬ立花様、せっかくおいでいただきましたのに外出しておりますなどと。いえ、突然お邪魔した拙者にも落ち度がございます。梅雨は、はい、先ほどお戻りになりましたのですが。それはずいぶん前に聞いた。なぜご挨拶に参られる。それが、ついはこの私に恥をかかせる気か。どうかご挨拶だけでも。愛とありません。風邪気味などか何とか言って。そのような立花様はお嬢様の婿になられるお方ではございませんか。この縁談は、あの女が私をこの家から追い出すために勝手に仕組んだこと。お嬢様、父上はあの後添いの本性をご存じないのです。そのようなことをおっしゃってはいけませぬ。では梅雨の味方ではないのですか。姉はお嬢様のお幸せを一番に考えております。梅雨殿、なぜご挨拶に参られぬ。ヨネ、お前がついていながらこれはどういうことじゃ。お怒りになりませぬよ。おつゆ様は少々風邪気味で。やはりそうか。お前が梅雨殿に妙な知恵を。二人してこの私を目かけ上がりとバカにしておるのじゃろう。そのようなことは決して。もうよい。ヨネ、梅雨はもう新三郎様のことが忘れられなくなりました。それはなりませんぞ。ヨネ、今日のことはお忘れくださいませ。なぜじゃ。ヨネはお嬢様が一度だけとおっしゃるからお許ししたのでございます。でもなりませぬ。断じてなりませぬ。はあ、縁談に決まってるお嬢さんなのかい。俺もなんか訳ありとは思ってたんだけどな。どうやら私たちにもちっと運が向いてきたようだね。何考えてんだよ。そうですか、思いが通じました。それはよかった。梅雨殿と申します。よい同じやの。あ、ささどうぞ。牛込は軽子坂の、飯島様という旗本の娘もだそうです。なんと。はい。いや、今なんとご存じなかったのか。萩原殿、新三郎殿。何のお話です。お嬢、何なのですよ。ヨネ、新三郎様のことをお諦めくださいとヨネが申しますのは、立花様とのご縁談が決まっているからではございません。ならばなぜ。新三郎様が萩原家のお方だからです。萩原と梅雨殿の飯島、この両家はの情を交わすことは決して許されぬ間柄なのじゃ。仰せられる意味が分かりませぬ。この両家はの忌まわしき因縁に縛られておるのよ。忌まわしき因縁。
そもそもの始め、それがどれほど昔のことなのかはわしにもようわからん。まあとにかくな、萩原の一人息子と飯島のこれもまた一人娘とは恋仲になったそうじゃ。しかしその娘にはもうすでに婿殿が決まっておったのじゃ。でも許されぬこととは知りつつも、二人の恋心は互いを愛しく思う心は募る一方、人目を忍んで逢瀬を重ねたそうです。しかしある夜のこと、それが娘の父親の知ることとなって怒りを買ったのです。所詮はならぬ恋、思い詰めた二人はお寺の裏に立つ桜の木で首をくくったそうです。心中ですか。皮肉なことに亡くなったのは娘の方だけじゃった。男の方は生き残ってしまった。しかし生き残ったその男もな、それから二月の後には亡くなってしもうたのじゃ。流行り病を患う天皇で、その亡くなった日がくしくもかの娘の新盆の送り火の日やったそうな。娘の霊が愛しいものを呼び寄せたのじゃろう。しかしよね、たとえ昔にそのようないきさつがあったとしても、だからと今の両家に忌まわしき因縁があるというのは言い過ぎです。ただ一度だけならば因縁などとは申しません。時を隔て同様の悲劇が三度重なったのじゃ。三度。悪いことは申さん。お互いのために梅雨殿のことはもうお忘れなさい。なあ新三郎殿。しかしそなたにはの二親もすでに亡く兄弟もおらん。そなたの身に万一のことがあれば萩原の家は途絶えてしまうのです。お嬢様、お嬢様お待ちくださいませ。立花様のことがどうしてもお気に召さぬのなら、この米から旦那様にその旨をお話しいたします。ですからどうか新三郎様のことはお諦めくださいませ。分かったぜ。どうやったのさ。飯島の家が躍起になるのも当然だ。立花ってのはお前三河から続く大したお家柄だぜ。飯島のうちにとって玉残しってわけかい。けどお前本気でやるつもりか。本気でやるつもりかって。しつこいね。固くて商売けのない新三郎様にお仕えしてるばっかり。こんな貧乏暮らし、お前さんだってちっとはいい目したいだろう。そりゃそうだけどよ。なら黙って見てなよ。萩原と飯島、過去から続く忌まわしき因縁があったとは。ほらおいでなすったよ。命果てる日まで
露を話さぬとおっしゃってくださったお言葉、露はあれを誠と受けました。誠と受けてくださらねば困る。大電力。何年も前からそなたのことを見知っている気がする。新三郎様、もっとはるか昔からそなたのこの体を抱いていたような気が。私もまた同じように。お嬢様なら中にいるぜ。やはりまずいよな、婚礼を間近に控えたお嬢様が毎日こんなことなさってちゃ。知ってんだよ俺は。そなた、ちょっと待った、ものは相談って言うじゃねえか。また金すか。いや、そっちの方は俺の受け持ちじゃねえんだ。では何が望みです。そろそろ帰ろう。ご両親が心配なされる。いや、新三郎様、露は両家の因縁をした上であなた様をお慕い申し上げております。察していた。露はもうあんな家には帰りとありません。露だろ。今日は新三郎様のところへ泊めてくださいませ。そうはいかぬ。さあ帰ろう。露には意に沿わぬ縁談話が進んでおります。今日このまま帰ると二度と新三郎様には会えぬ予感が。
そのようなことはない。つゆ殿、私もあなたを心から思っております。ならば止めてください。好きだから大切にしたいのです。今日はお帰りなされ。新三郎様、命果てるその日まで、そなた話はしません。許せ。つゆ、来なさい。座りなさい。どこに行っておった？萩原という御家人のところか？お前には橘殿という婿になるお方がおられるのだぞ。橘様がおいでだというのに、なんとしたらな。橘様が嫌いです。つゆ、待ちなさい。つゆ、旦那様、このような身持ちの悪い娘を放っておくと飯島の名に傷がつきまするぞ。なぜ出会ってはならぬ二人なら、なぜ我らを巡り合わせた？あの縁談話進めてよろしいのですね？よろしく頼む。いやさ、強くお勧めしたんだ、あっしらの方からも。なあ、うん、そうとも、とにかくお家のためにも早いとこ身を固めなきゃってね。そうでしたか。いや、あれから二月全くの梨のつぶて、この伊勢屋もう正直脈はないものと諦めておりました。では萩原さん、私この足で早速先方にその旨を。私そこまでお取り席に来たらね。旦那様、それにしてもあのお嬢様のことよく吹っ切られましたね。引きずってもせんないことだ。あちらにも縁談があると申しておった。この二月音沙汰がないは、すでに嫁いだからに相違ない。今俺はその方のもとできっと幸せに。こうなる運命だったのだ、初めから。ご苦労だったね。ありがとうございます。
でも伊勢屋さんもご苦労なことですね。蛇行とか道楽なんてさ。道楽なわけがないだろう。お武家様に恩を売るのも飽きないさ。うまくいきゃ散々売り渋ってる辞書を安く譲ってもらうことだってできるかもしれないじゃないか。あ、そういや萩原の家には大川端に眠ってる辞書があったっけな。うまく売りさばきゃ1500両は硬いって代物さ。1500。そうではない。つゆ、悲しゅうございます。ああ夢か。ビルのエネルギーのこと、関西電力にご相談ください。お約束のエネルギー診断に参りました。頼むよ。はい。関電には発電所のノウハウがありますから、省エネやコスト削減のヒントを見つけることができるんです。画像どうですか？ OK です。ボイラーの方どう？あまり傷んでないですから、まだ10年はいけると思います。そうか、そりゃ助かるな。問題を探すことから始めます。エネルギーコンサルティング、関西電力。最近目が疲れて遠くを見てから近くを見ると気になるのはピントスピード。ビタチャージ40は4つの栄養、疲れたピント調節筋の機能を取り戻します。ロートビタチャージ40。漢字でキャンペーン実施中。三崎公園プールランドリオ、でっかい夏作ろう。三崎公園プールランドリオ。飲む目的がある。飲む LG21 新発売。毎度おきにカジカソウでございます。料理でっか、それが自慢ですね。温泉これも自慢でございます。おかげさんで素肌美人でございます。雪峡温泉カジカソウ、近さも自慢です。手作りこそお母さんの愛情です。麦茶やろ、分かってる分かってる。田舎の麦茶です。入り立て風味やろ、分かってる分かってる。はい、健康麦茶香里ちゃん、分かってる分かってる。神戸ボートピアランドで夏を感じよう。フリーパスで一日楽しく乗り放題。ナイターだからたっぷり遊んで、夜ごと素敵に2000発サマーナイト花火ファンタジーも開催。神戸ボートピアランド。はい、もしもし、こちら松本引越センターと申しますが、キリンさんが好きです。でもゾウさんの方がもっと好きです。引越しは松本引越センター。「未来のドアあなたと二人で開く」
歳までなら無条件で誰でも入れる保険です。どんと来い。医師の審査はいりません。どんと来い。保険料はなんと月々わずか1500円。これに入ろう。最高で100万円が骨折などの場合すぐ受け取れます。これに入ろう。今まで保険を諦めていた皆さん、アメリカンホームダイレクトのドンと来い。詳しい資料をお送りします。 0120-502-816。 これに入ろ。あついね、ね、今日から盆の入りか。借金なら気ですよ。いつだよ。もう20両に膨れ上がっちまったらだぜ。20両お帰りくだされ。我らは二度と会ってはならぬ中、全てを承知で、承知の上でなおお嬢様はこうして参ったのでございます。今一度一目だけでも、今一度新三郎様のお顔が見たい。ならぬ。なれませぬ。二度と会わぬと心に決め、この二月心に言い聞かせ、やっといつかのお言葉、命果てる日まで露を離さぬとおっしゃったわ。お忘れでございますか。誰が忘れようか。お教えだろう。新三郎さん、どれほど会いたかったか。何が因縁だ。そんなものを信じた私が愚かだった。これは前さんかい。誰だい。
すんだよ。私が内職ばっかりしてるのに人の気も知らないで。分かったのか前さん。こんなのやろ聞けばね、金返さなきゃ。トイタに打ち付けてウォーカーに沈めるって嫌がるだよ。新三郎様におすがりするしかねえか。貸してくれる文句ばくちの借金なんか。いやどうすりゃ。やんなよ例の飯島のうちから。もう無理だよ。新三郎様とおつゆさんはとっくに切れてるんだから。ところが訪ねてきたんだよ昨夜また。本当かい。誰かの二本会。なんだよ。知らなかったのかい。おめえお嬢様にお世話になってるって言ったくせによ。ん？そのお嬢様が亡くなったんだよ。女中のお米様もな。二人とも死んだ。二月前の晩にな。様がお嬢様大層お叱りになってな、土蔵に閉じ込められたんだ。その土蔵の中でお嬢様首をくくって。首を。お米様の方は何でもお嬢様が男のところに忍んでいく手引きをしたとかで、旦那様がバッサリ。やだよ、妙な冗談やめとくれよ。冗談てめえだろ。ゆうべ訪ねてきたってのはどっか別の娘だったんだよ。見間違えるわけないだろ、現に今だって来てんだから。誰が。だから例のお嬢さんと女中だよ。バカ言え。死んでる人間がどうやってくんだよ。まさか幽霊でも判明し。
どうやってんだよ。そんなこと言っとんな。どうしようどうしよう。幽霊お二人なのかい。若い大竹だ。あの女中はここにおります。思いに思いを募らせ、やっと訪ねてこられたのです。あと2日、お盆が終わるまでの2日の間だけ、どうかそっとしておいてくださいまし。消えた。起きてるんですかね。まだ誰も中には入っておらんのか。なんか気味悪くて。まさか新三郎様幽霊に取り殺されちまったんじゃ。まあ入ってみよう。萩原殿、おられるかの。領席じゃ。萩原殿、失礼しますぞ。萩原殿、行きましょう。殿様、何事だ。友蔵がの、今朝灰をわしのところへ駆け込んできての、萩原殿が幽霊と情を交わされておると申すのじゃ。私が幽霊と。いかにも。バカなこと。では昨夜一緒におられた方は。萩原殿。確かに昨夜一緒にいた方はおりますが、その方は幽霊ではない。ならばそれはどなたでございますかな。それは飯島のつゆ殿でござろう。申し訳ございません。萩原殿、つゆ殿はのもうこの世にはござらんのじゃ。何をおっしゃる。現に私はゆうべこの腕で。それはのつゆ殿であってもつゆ殿ではござらん。この世に未練があるゆえ、黄泉の国へは行けずにさまよう露殿の幽霊じゃ。それが証拠にお前様のそのやつれを。治療と治療をすると体中の精気が抜けるという。今のお前様はまさにそれじゃ。オンバザラーだと。オンバザラーだと。悪い冗談はやめてください。露殿が死んだなどと誰が信じるか。信じたくはのうても事実じゃ。女中の米殿もすでにござらん。嘘だ。ならばご自身のその目で確かめてみまするかな。二人は共に谷中の
新万随院という寺に葬られておるそうじゃ。座れと資料の口、そなたが握られたは資料の手、そなたが抱かれたはいつだ、いつのことだ、友蔵。ふた月前の晩だそうで、何でも押し込められた土蔵の中で首をくくられたとか。冬はあんな家には帰りとありません。をこのまま帰ると二度と新三郎様には会えぬ予感が。あの日か、 あの夜か。私は無理に返さねば。すまぬ、つゆ。つゆ殿の荷本が明けるまではお前様には何も言うまいと思っていたのじゃが、つゆ殿がそこまでお前様を愛しく思っていたとはな。その念があまりに強いゆえ幽霊となって現れたのじゃ。たとえ幽霊だとしても私は構わぬ。なりませんぞ。これ以上幽霊に王で契りを結べばそなたの正気はすべて失せ死ぬる。つゆに会えるのならそれでもよい。あちらのことも考えてくだせえよ。殿様がこれに取り殺されたらあちとおみね、これから先どうやって食っていけんですかい。のう新三郎殿、そなたはの一人ではござらん。萩原の跡取り、萩原の家を背負うておるのよ。しかし死してなお私に会いに来ようとするっていうの、その一途な心を思うと。よいか、このお札で出入り口をすべて封じるのじゃ。訪問の功徳により事業はきっと退散する。のう新三郎殿、この資料がの恨みでたたる幽霊ではござらん。ただもう恋しい恋しいと尋ねくる幽霊じゃ。しかし決して心を動かされてはなりませんぞ。新三郎様にもしものことがあったら、あの千五百はどうなっちまうんだろう。なんだよ千五百って。ほら例の大川端の辞書だよ。新三郎様には後継がいないんだし。ごちゃごちゃ言ってないとお前も手伝えないか。もうぼうばげばていはらじはハラミタイウォンキデジシリシロダービジャエソワカーノーぼうばげばて、ハラジはハラミタイウォンキデジシリシロダービジャエソワカーノーぼうばげばていはらじはハラミタイ。愛しい者を取り殺したとあってはつゆ殿の霊も浮かばれまい。あまりに悲しいではないか。違うかの新三郎殿、わかりました。おしょ、誓ってこの新三郎、心を動かしません。なあ、すべてはこの盆が行くまでの今宵というのがたった二日の辛抱よ。
泣くな、おつゆ。おられるのですね。すぐそこにおられるのですね。どうぞお開けくださいませ、新三郎様。諦めてくだされ、できるのだ。今一度この露をしかと抱きしめてくださいませ。できぬ、できぬと申しておるに。許せお露。幽霊がいなくなっちまったぜ。よせよ、寝てるよおめえ。お嬢さん、新三郎様のお宅はぐるりと戸が閉められし、お札が貼られております。お願いでございまする、どうかお札を剥がしてもらえませんか。そんなことしたらおめえたちが中に行っちまうじゃねえかよ。友蔵さん、どうぞお札を剥がしてくださいませ。できない。
勘弁してくれよ。死んではあのような恥ずかしめを強いる。死んでからもこのような邪魔だとされると恨みまするぞ友蔵さん。あの恥ずかしめってさ、え、まさかあのおよねって女と何言い出すんだよ。浮気しやがっただろ、殺した。ほらお前さん浮気したら、そんなことよりお札を剥がしてやらなくちゃ俺の方が幽霊に取り殺されちまうよ。20両、え、20両よこせばお札を剥がしてやるといいな。正気かてめえ、幽霊にたかるつもりか。ダメでもともとだろ。お嬢様の悲しいお声が聞こえますなら、どうかお札を剥がしてくださいませ。言うなよ、言うな。20両くれたら、20両このような目でいかにして金子をかき集める。そんなことこっちのしたことじゃないよ。明晩またお願いに参ります。お嬢様、今日はこれで。あと一晩。恐ろしいの何のってな、幽霊がそこらじゅううわーっと飛び回ってな。そうだよ、一度取り憑かれたらおしまいだよ。言うんじゃないよ。変気でもねえ、幽霊に旦那様が取り殺されちまうなんてな。友蔵、慎みなさい。はい。よう耐えられましたな。やはり心が動きました。なりませんぞ。和尚、おつゆが訪ね来られるのは今宵が最後。抱くとは申しません。しかしせめて一目だけでも、今一度私はおつゆの顔が見とうございます。お顔を見るだけで済みますかな。この新三郎、誓と誓って愛しい者同士、それで済むわけがござらんじゃろう。決してなりませんぞ。申し上げたはずじゃ、会わぬようにするはそなたのためだけではのうて、つゆ殿のためでもあると。辛くともこらえ抜くのじゃ。おいしょ、人は何のために生きているのでしょう。同様の悲劇が三度も重なったと申された。がそれは全て愛しく思う者同士を無理やりに引き裂こうとする者があったから。つゆが自ら命を絶ったもまた同じ。人は何のために生まれてくるのです。心が思うままに生きられぬこの世と、武士として生まれてきた私は一体何のためにあるんです。お答えください。お嬢、
申し訳ございません。新三郎殿、それはの旦那様。新三郎様、今夜で最後だ。あしらもご一緒しますんで。ここにか。なぜじゃ。なんたって新三郎様ってのはあしらだ。ついついお心が動きそうになったらあしら命がけでもそれをお止めしてみせます。任せてください。実は昨夜私たちのところにも出ましてね、お札を剥がしてくれって。お前たちのところにも。もう今夜も来られたら突っぱねる自信がなくて。そういうことか。そういうことで。新三郎殿、ではあの本部家すまんな、お前たちも巻き込んでしまって。いやいや、そんな。新三郎殿、今宵が正念場じゃ。辛くともを辛抱なされや。愛しい幽霊に取り殺されたことにしてやるからよ。
はかりおったな。友蔵、友蔵、新三郎様、よくに目がくらみ、ボジャイと何さらったか。見えねえもんな。どうするよ。おい、逃げるしかないだろう。けど外にはこれが、ドア開けたらあいつら消える。それ前にありったけの金目のもん探すんだよ。お前さん、つゆ、今一度そなたをこの腕に。静かに。お分けくださいました、新三郎様。恨めしゅうございます。お嬢、you
おいで。おいで。果てるその時まで決してそなたを放しはせぬ。そうな顔をしてこの世にはしがらみが多すぎる。因縁には何人も逆らえる。巡り会うたその時に全てが決まっていたのかもしれんの。Rock.